アルバート・リチャード・ブラウンは、イギリスの公開士、技術者である。親とい外国人の一人として、明治政府に壊れて、明治丸の日本開溝に携わったほか、郵便機船、三菱会社の機船購入の終戦、三菱商船学校で船員教育に携わった。1839年、イングランドのハンプシャーリングウッドに生まれる。 1867年イギリス戦マラッカ号の首席一等航海士として日本を訪れる。1868年には明治政府の依頼で東大補給戦負大丸の船長となった。1874年の台湾出兵の時には明治丸の兵員輸送、日本海港に携わった。また、同時期に郵便機船、三菱会社への機船の購入を圧戦している。その後、 三菱商船学校の創立に携わる。1885年に日本郵船会社が設立された際には初代総支配人に就任した。1889年イギリスに戻り、グラスゴーで貿易会社エア・ブラウン・マクファレンを設立する。1901年明治天皇より日本人以外としては初めてとなる君に東水法省を授かっている。ありがとうございます。